んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、邪魔された怒りを癒すです。あなたはいつも邪魔されたって感じていませんか？特に家庭の中で、例えばこれからテレビを見ようとしたのに何か用事を言われたとか、これから出かけようとしたのに子供がまだ準備ができてないと言って大騒ぎしているとか、そういう時に何かこう自分が思い通りにしたいことを邪魔されたって感じますよね。もちろんもしあなたが一人で暮らしていたらこんなことはないでしょう。何でも自由にできます。だから邪魔されたとは感じませんよね。ではなぜあなたは一人で暮らしていないんですか？ここにあなたの他の目的があるわけです。ですからその目的をしっかり認識して、この邪魔されたという思いを癒していきましょう。この邪魔されたという怒りをずっと持っていると、そのうちに頭痛になったり、また女性でしたらひどい生理痛が起きるかもしれません。つまり怒りというのは痛みを生むんです。特に頭痛になりますから、これは早く治した方がいいですね。ということで今日は邪魔された怒りを癒すをお届けします。いつものように目を閉じてください。そして自分が6歳の子供だと思って聞いていてください。大人の自分があなたに話しかけます。では目を閉じましょう。あなたはいつも邪魔されると思ってるんだね。そして思い通りにならないから腹を立てているんだよね。イライラするね。大人の自分はあなたの気持ちわかるよ。本当に腹立たしいね。いつもやりたいことを邪魔されてね。やりたいことはたくさんあるのに時間ばかり過ぎていく。そして自分の生き方ができないと焦っているね。でもね、大人の自分はそれで困っているんだよ。あなたが何でもすぐに邪魔されたと感じて怒っているから、その怒りが体の中に溜まって頭痛や腹痛になったりしているんだよ。そして今度はその痛みに邪魔されてやりたいことがまたできなくなってしまうんだよ。悔しいね。困るよね。あなたは自分が邪魔されていると思ってるけど、それは勘違いだよ。あなたは家族みんなで生きていきたいんだよね。家族がいるとみんなで助け合って生きられるし、楽しいことも倍になる。今はあなたが守っている立場でもいつか守られる。その生き方をあなたは選んだんだよね。一人で生きれば思い通りに生きられるけど、それは守られないしつまらないから、あなたは家族と一緒に生きることを選んだんだよね。あなたと家族は一つの車を動かすタイヤなんだよ。あなたというタイヤ一つでは車は動かないんだよ。あなたというタイヤが勝手に一人で突っ走ろうとするから、他のタイヤに邪魔されていると感じるんだよ。あなたが邪魔されたと感じるように、他の家族もまた思い通りに動きたいのにあなたに邪魔されていると感じているよ。でもね、すべてのタイヤがうまく歩調を合わせて動けば、少しの力で故障もなく快適にドライブできるね。それが家族の力なんだよ。守られたいならみんなに合わせなさい。自分の思い通りにしたい気持ちを少し抑えて家族のペースに合わせなさい。自分のわがままを認めて家族に譲りなさい。あなたがそうすれば
他の家族もそれを見習うよ。そうやって歩調を合わせて生きていきなさい。そうしたらあなたは守られるし、一人では得られない多くのものが得られるんだよ。大丈夫、あなたの時間は長いから、ゆっくり進んでもあなたの望みはいつか叶うよ。大丈夫だよ。大人の自分はいつもあなたを見守っているよ。焦らずゆっくり進みなさい。大丈夫だよ。